私、日本改革党の佐川信行と申します。私の佐川家では先日私の家内のお母さんがうちの家に来てくれました。高齢でちょっと歩けなくなったんで、うちの方に、来たいということを言っていただいたので、今一緒に住むことになったんですけども、結構困ってることがありましてですね、病院年がもう84歳を過ぎるのでいろんな病院にかかっているんですけども、そのカルテをいちいちもらってですね、紹介状を書いていかないとなかなか病院で薬もらったりできないんです。こういうことはですね、今もうネット社会ですので、カルテの情報っていうのはみんな共通してすぐ取り出せるようにしていただきたい。特にこれから稼働しますデジタル庁、政府のデジタル庁にはお願いしたいと思います。年寄りが病院を変わるとき、いち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 ですね、カルテの内容をお医者さんに書いてもらって、紹介状を書いてもらうようなことがないように、すべて、共通で持っていただくのが一番いいんではないかと思います。またお薬に関してもですね、お薬も薬手帳をいろいろ持ち歩くんではなくて、お薬の情報っていうのは重機番号なんかで検索できるようにしとけばですね、いち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 お薬もらうために、提出したりなんかシールをもらったりする必要はないわけで、このようにデジタル庁にはぜひこういうところから始めていただければ、病院一つ行くのも大変、スーパーで買い物行くのも大変、こういう状況でですね、年配者というのは困っているわけですから、こういうのをスムーズにしてこその政府ではないんじゃないかななんて思って、今母と一緒に暮らしております。今お薬の話が出ましたので、ちょっとお薬のことで、ここから先ちょっと安全保障の話をしたいと思いますが、安全保障っていうのは、まあ、防衛軍事の安全保障がまずメインに来ますけれども、経済の安全保障、エネルギーの安全保障、いろんな分野の安全保障があるわけであります。例えばお薬、このお薬っていうのは原薬っていうのがあって、この原薬っていうのは、まあ、お薬の元になるものですけども、この輸入の多くを中国製、韓国製なんですね。サプライチェーンの中で、お薬のサプライチェーンの中で原薬を中華に頼っているということが今問題になっています。命に関わるお薬を反日の国に頼っていいんですかって話なんですよ。ぜひですね、ある一定の割合の量は原薬も日本国内で作らなければいけないんじゃないかと、こういう安全保障を訴えておりますの。今また中国の話が出てましたので、もう少しそっちの安全保障の話をしたいと思います。安全保障、先ほども言いましたように、エネルギーの安全保障も非常に重要でございます。エネルギー、今電気代がすごく高くなってますね。なぜ高いかというと、もちろんウクライナ問題で燃料となるガスや原油が高くなっているのもありますけれども、その前にですね、私たちが電気料金に上乗せされている部下金として、自然エネルギー、太陽光発電やそして風力発電、そこで投資される、また高い電気ですね、そこで作られる高い電気を生産するために、またそのインフラを持続させるために、私たちは高い電気代を払わされております。今だいたい1世帯あたり6万円多く払わされると言われておりますので、実際の電気代の皆さんは 1.5 倍は払っているということになるんです。そしてその
まあ、ここまでは前置きなんですけども、ツッコミどころはたくさんあるんですけども、この太陽光発電、これにとても外資が絡んできています。例えば例を挙げますと、大阪、ここに上海電力というのをいう中国の国営企業が大きなメガソーラーを買収しました。大阪の南港というところにですね、大きなメガソーラーを買収したわけです。ここで生産されている何万キロワットというこの大きな電力を中国に売ったということになるんです。そしてこれはとても由々しき事態なんですね。エネルギーを外国資本に握られてしまう。しかもこの上海電力という中国の国営企業の目指すところは送電網、送電事業なんですね。自分とところで作った電力、またはよそから預かった電力も含めて各家庭にその電力を届ける送電事業を国策として上海電力という中国の国営企業が握ろうとしているわけです。こういうことをですね、許していいんですかという話なんですよ。もし何か中国と問題があったときに、この国営企業が、日本の上海電力が自分のところの送電網をストップした、そういうときに私たちの国は混乱するわけです。これが今いくつも中国の国営企業が日本の電力を買い占めて、特に自然エネルギー、太陽光発電を推進している政府の波に乗って上海電力がその事業を買収しているということなんです。その第一号がこの大阪なんですね。そして例えばこの上海電力は6つか7つ今日本で大きな事業をやっておりますけれども、例えば安倍元総理のお膝元である山口県の岩国市、ここでもメガソーダ事業をやっております。岩国と言って皆さんちょっとピンときた方もいらっしゃると思いますけれども、ここは自衛隊の岩国基地のあるところです。こういうところにですね、外国の国営企業が自分の土地を取得して、そして日本のインフラに事業に参加する、こんなことをなんで黙ってるんですかっていうことなんです。こういうことを許してしまったら、何かあった時にインフラだけではなくて、例えばそれが国の重要な岩国基地のようなこういう場所の近くにあると妨害電波を出したり、いろんなことをする可能性があるわけです。今日本ではあまりこれに突っ込んだ規制をかける法律がありません。じゃあなんで作らないんですかっていうことなんです。とてもですね、安全保障を重要に考えているとは思えないんです。ぜひですね、このようにインフラを外国企業に買収されただけではなく、そのインフラの土地を買収するために日本の重要な例えば原発施設であるとか自衛隊の敷地の近くであるとか、こういうですね重要な場所に外国の敷地があるということ自体がとても問題であるということを、日本改革党は訴えたいと思います。皆さんこんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴沢良治でございます。最近ですね、経産省が国会答弁でですね、なんとレジ袋有料化は義務ではありません、強い推奨であります、実質義務化です、なんていう答弁をいたしました。
これ前々からですね、レジ袋は有料でなくてはならないというのは、憲法違反ではないか、具体的に言うと憲法22条、営業の自由というものに反するのではないかというようなですね、指摘がたびたびなされておりました。それをですね、法律にするとそういうところが厳しく指摘されるので、環境省はどうやってクリアしたかというと、環境省の一存で出せるですね、省令というもので、押し通したそうであります。当時の環境大臣は自民党の77歳の方でありまして、77歳の自民党のおじいちゃん議員をだまくらかすのはさぞかし簡単だったのではないでしょうか。国会答弁で義務ではないなんていうことを言っておりましたけれども、実は違反すると罰則がありまして、罰金50万円、義務ではないと言いつつ違反すれば違反すれば罰金50万円というめちゃくちゃなものであります。これが義務じゃなくて一体何なんでしょうか。法律的にもめちゃくちゃなレジ袋有料化、レジ袋有料化によって買い物バッグを皆さん持っていくんですけれども、これの悪用によってですね、万引きが激増したそうであります。さらには石油を精製する時点でいらない廃棄物によって作られたレジ袋であります。これを減らすことはですね、その廃棄物どうすんだと、捨てるしかないのかと、割り箸のようにですね、木材のいらない部分を利用したエコな商品、それがレジ袋であります。レジ袋有料化で一体誰が得したんでしょうか。私なんかは毎回毎回買っておりますけれども、店先で袋ください、いうのが面倒で面倒でたまりません。店員さんのお仕事も増えて、一体誰が得するんだこんなの、レジ袋有料化であります。環境省はですね、それに飽き足らずですね、プラゴミ法というのを制定しようとしておりまして、プラスチックのフォークやプラスチックのスプーンなどもすべて有料化にしよう、今目論んでおるところであります。それをやって環境省に何の得があるのか私には全く分かりません。プラゴミをですね、どうにかする団体でも作って天下るのか、それとも何らかのリベートが環境省、経産省の官僚の手に入るのか、ちょっとそこら辺は不明なんでありますけれども、プラゴミ、レジ袋、日本がですね、いくら節約して出さないようにしても、中国が日本の1000倍も万倍もゴミ出してますんで、地球から見たらば、日本の節約などたがが知れております。最近では SDGs なんて言いまして、環境に配慮しようという動きが盛んでありますけれども、世界中の二酸化炭素の約4割を排出している中国を弱らせてですね、二酸化炭素排出量半分2割にさした方がせいぜい 7% 程度しか出しておらない日本が1割2割節約するよりもよっぽど効率的であります。日本はですね、いろいろな嫌がらせを中国にしてですね、電柱の火力発電所を動かないようにして二酸化炭素排出を減らすと、何せ日本の6倍以上の二酸化炭素を排出しておるのですから、日本人が
ちま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 爪に火を灯すように二酸化炭素を減らしているのよりもずっとずっと効率的であります。日本の政治家もですね、発想の大転換を持って日本人が二酸化炭素を減らすよりも中国に嫌がらせして生産を弱らせる方が効率的である、このことに気づいてもらいたいものであります。環境での二酸化炭素に関することは日本の議会ではすぐ通ってしまいますけれども、私も豊島区議会に入って実感したことがあります。初めて実感したことがあります。議員という人種はですね、次の選挙を考えて賢く見られたい、いい人に見られたいという欲求が、飛び抜けた化け物どもであります。とんちんかんなことをですね、さも偉そうに何分も喋っている議員を何人も見てまいりました。そのいい人ぶりたい、賢く見られたいという欲求をですね、悪意ある人間に操られて二酸化炭素削減であるとか人権であるとかいう言葉にすぐに飛びつくのが議員という人種であります。元からそういう人種が議員になるのか、議員になってそういう人種になってしまうのか、私はよく分かりません。レジ袋有料化を OK した時の環境大臣77歳のじいさんもその辺を突かれて官僚に操られたのかと思います。これからの議員はずるく賢く、官僚に騙されないようにですね、官僚の考えることは3つありまして、1つ天下り団体を作りたい、2つ目天下り団体を作りたい、3つ目は天下りたい、この3つしか考えておりません。官僚の悪意を見抜くような勉強が議員には必要だと思われます。じゃあ